はいどうもこんばんは、ヤスニーです。私が最近愛用しているこの GoPro、 もう購入して1ヶ月ぐらいは経ったかな。結構ね使ってます。外行く時には絶対これ持って行ってるし、なんかレビュー動画撮ったりとかする時に一つのカメラはこれでちょっと撮ったりとかして、だけど今撮ってる2台っていうのがパナソニックのカメラだからちょっとね色味がやっぱ近いのよ。で GoPro だけやっぱ GoPro 色になっちゃうから、まあそこら辺がちょっと難点なんだけど、まあほんとねコンパクトで使いやすくてマジで買ってよかったカメラかなと思ったんですよね。でそんな時にですね、ギアベストさんの方から問い合わせがありまして、うちのアクションカメラとジンバルを試してみないかと、なんと GoPro に挑戦状が来たわけですよ。そしてその来た商品っていうのがこちらです。こちらのフェイユテック D4 という三軸のジンバルですね。これね、活かしてるよね。いや、どう考えても活かしてるよね、なんかもう。メカメカしいですよね。すごいなんかメカ持ってるみたいなね。そんな感じするんだけど。で、これともう一つ届いてます。それがですね、こちらのアクションカメラ。SJ カムっていうのかな。アクションカメラ 2.0 タッチスクリーン付きみたいな。でね、ちょっとだけ触ったんだけど、本当にね、GoPro みたいにね、タッチできるのよ。電源入れるとね、こうやって出て、もう映ってるんだけど、本当にね、タッチで操作ができる。で、もう日本語にね、変えてるんだけど、まあ、言語もいろいろありますよと。一番最初英語だったりするから、言語だけ日本語に変えて設定すると。で、今回はもう何もいじらずにデフォルトでしたいと思うんだけど、一応ね、1080p のフルハイビジョンだと60フレームまでいけるんだけど、2K だと30フレまで。で、4K だと24フレまで。いけるみたいです。なのでフルハイビジョンの60フレームぐらいにして、書き出しを30フレームのやつですると2分の1の速度ぐらいにしてゆっくりの動画を流すんだったら、まあギリいけるかなっていう、そういう感じです。なんでアクションカムで撮るときはもう60フレで撮りたいんですよ。いつ若干スローにするとかもわかんないじゃないですか。なので今回は 1080p の60フレでちょっとねお外で撮ってみようかなと思います。まあカメラの性能はですね、まあ、激安アクションカメラなんで多分微妙だと思うんですよ。ただこれにヌルヌルの手ブレのフェイユテック D4 のこの力が加わればすごいことになるんじゃないかなと。でね、これをどうやってつけるかっていうと、ここをブイッと伸ばしながらここにギュッと差し込めと。これで OK か。よし、ちょっと電源入れてみましょうか。電源はここの底にねボタンがあるからポチッと押すと、そうするとお、これで動かしてもブレないと。おちょっと回しすぎるとさ、ここのねスティックのところとちょっと干渉しちゃうかもしれないんだけど、まあ多分これで普通に行くぐらいだったら結構ヌルヌルになるんじゃないかな。とりあえず行ってみましょう。こっち持ったらここが柄のところがすごい。よいしょよいしょ。撮影の前に腹ごしらえ。なんかマックのね新しいやつのアメリカンなんたらかんたらのチキンとビーフを一つずつ購入。そしてアメリカンチェダーポテトっていうやつも買ってみました。母さんがチキンで俺はねビーフ。これよこれ、美味しそう。いただきます。次はアメリカンチェダーポテトっていうのを食べてみよう。これこんだけしか入ってない。これも美味しそう。いただき。懐かしい味がする。ほんでポテト、ポテトはポテトって感じでね。ほんでナゲット、ナゲットのやっぱソースはマスタードか、前なんかさ限定でさチーズのやつあったんやけど、あれが美味しかった。ごちそうさまでした。じゃあ GoPro とこっちの格安のアクションカムと、あとフェイユテックの G4 のジンバルをつけてのこの比較をちょっとしていきたいと思います。どっちも 1080p の60フレームで撮ります。じゃあ出発します。普通に歩きです。なんか変態じゃんこれ。同じような感じで撮ってるつもりですけど、ちょっと多分ずれてるはず。いいのか悪いのか分かんない。
こんな感じでやってるから若干こう角度が違うかもしれんけど、ヌメヌメ感はどうやろう。じゃちょっとこれで走ってみます。 GO! よいしょ。どうやろう。よいしょよいしょ。普通に手持ちだけで走ってます。ブレるかな。どうやろうか。よし、こんな感じです。ちょっと帰って見てみんといけんねこれ。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。本日はですね、このフェイユテックの D4 っていうねジンバルと SJ カムっていうね格安のアクションカメラをちょっと試してみたんだけど、 GoPro と比較してどうでしたかね。画質とかはこっちはね、もともと若干手ブレがついてるからそれでやってるんですけど、こっちはね何もついてないからジンバルでちょっとやったんですけど、差がね出てればいいかなと思います。どっちがいいっていうわけじゃないけど、 GoPro は GoPro でね、これだけで単体で手ブレが若干効いてるからそれがすごく良くて、まあ、こっちがねどんぐらいの手ブレ補正になってるのかっていうのが気になりますね。これはねちょっと帰って編集しながら楽しみたいと思います。それでは安兄でした。バイバイ。今この撮ってるね LX9 の手ブレがもっと強烈だったらさ、すごい良かったんですけどね。とりあえず帰って編集してってところですかね。よし帰りましょうか。